おはようございます、ケンチロです。今日もですねタイタンハンターやっていくんですが前回ね、あの水のステージがステージ40になったので、火のステージをねちょっと行こうかなと思ってたんで、ちょっとね今日火を回ってみたいと思います。装備はねこんな感じで行く予定。武器だけ水の武器、こんな武器ですね、水の武器に変えてちょっとね火のステージを行ってみたいと思うんですが、やっぱねちょっとね何回か 2,3 回回ってみたんですけど、どうなんだろう、やっぱ報酬がねちょっと、ちょっと行ってみましょう。はい、じゃあ一面レベル1からスタートしていくんですが、まあいきなり強いよね、敵がいきなり敵強い。で秘宝その1、音楽水ステージと一緒じゃん。なんだよこのまったり音楽、もうちょっとなんかねステージごとに音楽違うんかと思って、火のステージだからドンからドンつくドンつくドンからドンから言うんかと、トランス系のテンション上がる曲を期待してたんですが、水と同じ非常にまったりとしたこの音楽はね正直邪魔邪魔です。音楽消せんのかな、音楽消せたりするんかな BGM。 このねちょっとまったり感の音楽はいらないっす正直。もうちょっとちょっと昨日あのね、前回も言ったけど、やっぱりあのこのシューティングゲームってさ音楽大切よ。あーぶんねー、あぶんねー、ちょっと喋りながらやるの初めてだからちょっと難しいな。このステージは水はねだいぶ、おっと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 、水はだいぶ慣れたので喋りながらでもなんとか周回できるんですけども、なんか早口になるね、早口になる。ああ危ない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 、もうねやっぱ下から基本基本、あーこんなとこに隠れとった、くそーやばい、いきなりやばい、お前キツネそんなとこ隠れとったんか。なんだこれ、このステージコモン、このステージ知らないよ、ちょっとあっという間に終わったらあかんから話したいことを先に話しておこう。まあこんなやつがいんの、ちょっとこれはやだな、ボム投げてちょっとやだな、おおやばいやばいやばい。水ステージなんですが、どうもやっぱ報酬がねそんなにいいと思えない、どうなんだろう。あ、水ステージは火のステージね、火のステージですが、水と比べてあやっぱ火の方が報酬いいなって感じはあんまり、あおびっくりした、あんまりしないですね。ここもコモンクリスタルしか出なかったですね。エリートじゃレアすら出ないって感じです。もうちょっとねなんかエリートクリスタルがパカパカ出てくれたらちょっと頑張って水を極めようかなっていう気にもなるんですが、まあ、今のところメリットはステージが50ステージあるっていうぐらいじゃないかな。ちょっとしたら後半のステージに行くとちょっと報酬形態も変わってもうちょっといいのが出てくるかもしれないんですけど、ちょっとその辺ご存知の方がいたらぜひ教えていただきたいですね。僕はまだ前半で死んでしまうのであんまり後半まで行けてないので、お前そのステージだったら水の方がいいぜって話なのかもしれない。ただそれだけ、危ないな、ちょっとねやっぱ喋りながらやるのはまだ早いね、日はもうちょっと練習してから喋りながらやらないとちょっときついです正直。じゃあここはもう基本にシューティングゲームの基本にのっとってちょっとしっかり攻略していこうかなと思うんですけど、このゲームはカメラ位置の関係上下にいる方が圧倒的に強いです。敵の下にいる、敵の上には行かないっていうのがポイントですね。基本に乗っ取ってちょっと安全策で、ちょっとさっきのキツネにねめちゃくちゃ食らったんで左下に隠れてましたね。でもそうそう、あのね結構ねここ見えないんですよ。ここねなんかあの水とか草ステージでも花粉が隠れてたりするんですよね。なのでねなんかファーとか言って食らったりするので、結構ね一番下も危ないっちゃ危ない。いや今のよけれたな、今のはよけれたぞ、今のは単純に下手くそだっただけだ。よいしょ、よけろよけろ。やっぱ難しいね、難しいのか、敵の攻撃力が強いのかな。あっという間にほら出ないっしょ、コモンクリスタルレアすら出ない。水ステージで序盤だ、仮に序盤だったとしてももうちょっとレア出る気がするんだよね。さあ水、火の、おお、ぶね、火のステージから新キャラです。なんか衛星を使ってチュドーンって上から爆発してくるやつ。足元にこの、爆弾 TNT の
と同じような輪っかが出るので、まあまあ避けやすいかなって気はしますが、距離関係なく打ってくるような気はするので、その辺はちょっと要注意ですね。ちょっとまだわかんない、どういう時に嫌になってどういう時に楽なのかがちょっとわかんないですけど、僕はこのぴょんぴょんの方が100倍嫌です、今のところは。ちょっと上で一回シュンって、あれこれ開けたっけ、開けてないね、まだ一回上でシュンってなるのがちょっと目障りなんだって一瞬思って、目障り、そのぐらいこのね、上で一回シュンってなるでしょ、あれが邪魔なんだ。ここはなんだ、ここは開けた方がいいのか、どっちだい、どっちなんだい。よし、開けた、開ける。あ、ここから打てるよね、打てるよね、打てないかと思って、締め取った方がいいかな、硬くない人はちょっと締め取った方がいいかも、なんかどんぐりがどんどん出てくるし。よし、15、ボスですね、何かな、ヒロイック、なんだここは。おお、なんか見慣れたやつか、見慣れたやつが来たね。お前だけなのかい、なんだこの、やっぱりそうだよね、なんか囲まれて、ああなるほど、君たちが出てくるのか、なるほどなるほど、ここはちょっと、おいいいいい、こうね、基本に乗っとって下を陣取る。こいつあんま近づかなくても、ピストルで今回行っているので、まあ、そんなに近づかなくてもダメージを与えられるので、確実に行きましょう、確実に。さっきね、セクラスもう218しかないからね。お、でもエリートが出たね、エリートクリストが1出た、レアは出ない相変わらず。どうなんだろうな、いいのかな報酬が。爆弾魔はほら、あのね、上でチュンってなるのが一瞬、まだ慣れてないっていうのもあると思うので、一瞬ドキッとする。なんだってなる。絵的に邪魔。当たり判定とかがないので、実害は、まあ、実害なんか避けちゃう。さて、こっからが、今17ですね。特に何が出てくるの？どこだ？あっちか。18。なんか、水でも出てくるように見覚えになるようなステージなんだけど、出てくるときは全然違う。この辺楽っすね。この辺はすげえ楽。火の終わりには楽。さて、下から出てくる？下から、あ、これ抜けれないんだ。これ弾抜けれないのか。なるほど。下にね、あんま敵置きたくないんですよね。さっきも言ったけど。ここから撃てる？あ、ここから撃てる。いいね。なんか風雲竹市場みたいな感じで、よし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 、ここ隠れて撃つ。風雲竹市場、適当なこと言ってますけど、そんなんあったかな。よし、ステージ20ボス、またヒロイク、ヒロイク、なんなんだい。お、キツネ、キツネと、なんか出てきた、もう一匹出てきた、なんだこいつ。あ、こいつか、だからそれびっくりするって。よいしょよいしょよいしょ、どこ行った、キツネどこ行った、下には行ってほしくない。あー、ほらね、危ないでしょ。何今、あれが爆発したのか。この位置いいよ、この位置ならいいよ、はいはい、よいしょよいしょ、避ける、安全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 、柱を利用して玉を避けます、はい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 、よいしょ、これでいける、よし、下20、さあ20はとりあえずクリアしましたよ。こっからがね、もういつ死んでもおかしくない。ほら、コモンしかまた出てないでしょ。あんまりね、とりあえず20まで来てるけど、あんま報酬良くないんですよ。あ、こいつ、こいつ。こいつはなんかすげえ厄介。新キャラね。火からの新キャラ。壁にぶつかって、なんか跳ね返って、5A になるのかな？ 5A になるのかな？なんかすげえ弾が増えるんですよね。壁に当たった後に。これ。え、今増えた？わかんないな。まだちょっとね、慣れてないから。違う動きの、ほらね。あ、バーンって跳ね返るでしょ。あれ、いや。先に、これこれこれ、バイーンって、嫌ですね。これちょっと先に倒しときたい敵ナンバーワン、今のとこ。なんだここは。TNT が ?TNT が君たちだけ。あ、キツネは嫌だな。そのタイミングでキツネは嫌だ。よしよしよし。おわ、お前か、バイーン。あ、これ端までちゃんと来るんだ。おーっと。これ端まで行くんだね。じゃあちょっと、逃げ方を考えないと、ちょっとやばいことになるね、あれは。さて、ここはね、何かな？おっと、びっくりした。こっから攻撃できないから、厄介だな。厄介だな。
向こう側に行って早くあの衛星から攻撃してくるやつを倒したいが、なかなかいけない。よいしょ。まあ、でもそんなに難しくはなかった。25ボスですね。なんだろうね。コモン。コモンです。いやー、お前にこんなやつ出てくるの？どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ。絶対強いやつ。お前、しかも、いやー、しかも嫌なやつをケア。うわ、これはやばいと思いきや、なんか冷静に言ったら案外いけそう。うん、案外いけそう。あー、やばい。むしろあの、ヨーヨーが嫌。あー、やばい。なるほど、なるほど。この壁で反射させれば、外には火が、え、でも外にいるじゃん、お前。おー、ぶね。なるほど。中の壁で反射させれば、外に被害が出ないから、なんとか中の壁で反射させる立ち位置に行けば良さそう。ほら、報酬激しょぼ。コモン9。レアすら出ない。さすがに水だともうちょっといい気がするんですよね。どうなんだろう。で、何回かやったんですけど、たまたまなのかなと思ったんですけど、もう3、4回目ですが、毎回こんな感じ。どうなんですかね。皆さんは結構、いやいや、俺の火はいいの出てるぜ、みたいな、あぶね、って感じなんでしょうか。ちょっと、火のステージに行ってる人がいたら、ちょっと教えてほしい。よし、このまま火の攻略を進めるべきなのか。報酬がしょぼいんだったらね、いくら50ステージあっても、さすがになーって、しょぼいステージを50回回ってもね、あんまり欲しくないからね。なんか、水でもあるね、このステージ。このステージで。この檻が、檻の中から切り出てくるんです。水のステージだと結構嫌です。ああ、これはやばい。おー、ぶねー。嫌な感じだね。あの、この体重は結構、さ、かわいいけどね。サングラスの鶏。なんか、超かわいいけど。いいよ、見た目は好きだよ。見た目は好きだけど、おお、やべ。ああ、やべ。それはやばいよ。なるほど、あんなとこから出てくるの？それはやばい。もう77しかないじゃん。いつでも死ぬかもしれないので、引き続きフォローお願いしますって先に言っとこうかな。いつ死んでもおかしくないので、今のままだとまだエリート何？嫌な感じ。この壁使えばなんとかなりそうだ。うわっ！見てなかった。この壁でちゃんと反射させるっていうのがポイントかな。うん、この壁でちゃんと反射させる。そしたらこっちまで来ない。ね、こうしてれば安全でしょ。超安全策。はい、壁で、あ、じゃあ壁バインってやって、ちっちゃいの打ったら、あ、でっかいの、え、順番違うじゃん、さっきと。え、でっかいの、ちっちゃいの、ちっちゃいの。おっと、やべえ、やべえ、やべえ、でっかい、違うじゃん。おお、全部ちっちゃいの。え、ランダム？マジか。嫌なやつだな。順番合わせてよ。ほら、しょぼいっしょ。コモンだな。レアすら出ない。これはさすがに毎回行くと、あと何回かやってみて、ずっとこれならさすがに水ですよ、今の時代は。どうなんだろうな。なんか外うるせえな、外うるせえな、外がうるせえ。外が、今のは外のマイク、外のマイクちゃうわ、外のバイクです。マイクじゃない、バイク。外うるせえ。32。そろそろ、なんだこいつ、こいつ何、うわー、ちょっとごめん、声大きかったね。ちょっとマジでビビった。マジでビビった。何、こんなやつ出てくんの。なんかめっちゃいるじゃん、あっちに。ちょっと今のとこ放送事故並みに声ちょっと久々に叫んでしまった。59しかないよ、一目とか。もう死ぬね。33ステージ。さっきのこいつはやばい。こいつ、しかもヨーヨー後ろにいるし、距離を取って基本的には敵を上に置いとく。死んでる？ヨーヨー、まあ死んでないか。よいしょ。もうちょっと安全策。ちょっと長えな、長えな、ヨーヨー。よいしょ。よし、ステージ広いね、火のステージ全般的に。なので結構ピストルとはいえ、端から端まで届かない感じ。インステージの方法、同じ形の、なんかステージの形は水と同じのとこが、これまた火吹いてくるの？水と同じとこが多いですね。35。なんだここは。エピック。ああ、嫌なやつ。そこで爆発した。そう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 。いいよ。もう一匹出てくる？何出てくるの？あ、火吹くやつが出てくる。やべえな、こいつ。ああ、食らったか、今の。はい。
これ跳ね返して、あーやだやだやだ、え今のあんな、うわーやべやべえな、あ真ん中の方が壊れちゃった、今度こっちに行って、こっちあれ、あの大きい球打たない時もあんのか、これやーやだ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 、そうかそうか、やだ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 、嫌な位置におるな、ニワトリやだよ、その下にいるのはやだよ、下にいるのはやだ、惜しかった、あぶねー61、ほら報酬ショーボーイ、なんでコモンしか出ないよクリスタル、36レベル36です、あなんかやばいのがいる、おいやべえね、この馬の嫌な位置に爆弾魔いますね、あ少な、敵少ない、ありがたい、37、ここもなんか水ステージで見たよこの形でも、水ステージのここぴょんぴょんステージだった、あーなんかに当たって死にました、えなんかすっげーのいたな今、やばいのいたな、なんかめっちゃ矢印状に弾を撃つやつがいたけど、さて37で死にました、で結局報酬がほらしょぼいんだよ、コモン76の、まあたまたまエリートか、エリートが1出たけどレア0、こんなことある？ 37 まで来て、ちょっと炎を回ってる人がいたら本当に教えてほしい、もう少し、いや俺のいいの出ますよとか、いや僕もそんなもんすみたいな、ちょっと今の感じならやっぱりまあね、ステージ数少ないといえ水に行こうかなという感想です。では今回はこの辺でありがとうございました。